皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は加藤学園行修中学校の1日体験入学のお知らせをします。この加藤学園行修中学校高等学校の塾対象の説明会が実は先週の金曜日になりました。およそ2時間の説明会で内容がぎゅっとたくさん詰まっていたんですよ。実はそちらの動画を先に上げる予定だったんですけれど、長すぎて、どこをどう省いてどこを紹介したらいいかというのはまだまとまっていません。そんなことをしている間にもう来週1日体験入学があるということで、この1日体験入学の動画の方を先に上げることになりました。日にちですね、令和4年7月9日の土曜日、受付が8時30分から8時50分になっています。体験入学は9時から12時まで、対象は小学校6年生、保護者の引率が必要になります。他の学年でもこれ参加することはできるそうですけれど、主な学年は小学校6年生となっています。それから学校関係者と塾の関係者、申し込みはホームページからウェブで申し込みます。事前申し込みが必要ですので、参加したい方はウェブから申し込んでください。なお塾の参加者、塾で参加したい、ね、見学したいという方はこれ申し込みはいらないので、当日その受付のところに行って、塾の関係者ですと言ってください。それから、加藤学園行修中学校沼津駅からだいぶ離れているので、交通手段バスを運行してくれるそうです。行きは沼津駅の南口の10番乗り場、北口の2番乗り場から、バスを運行と、帰りは、正門前のバス停から沼津駅行きのバスが出ます。ただし有料です。片道290円かかるということです。それから自家用車で行くこともできます。会場には駐車場がありますので、自家用車で行ける方は自家用車で行ってみてください。今回は加藤学園行修中学校の1日体験入学のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。